えないの。じゃあこれ行ってみましょう。幽霊が出るという心霊スポットに行ってみたらとっても怖い出来事が。それは一体何？ A、 誰もいない場所からすすり泣きが聞こえてきた、うん、B、 見えない手が何度も首筋や肩に触れた。 C、 暗闇にぼーっと何かの姿が浮かび上がるのを見た。 D、 急に体調が悪くなったとか。そこを去ると治った。 C、 C、 俺 D、 D、 A かな。 A、 A、 王子 A、 D、 D、 声でしょ。 C、 C、 C ね。女性はじゃあ C で、僕は俺なんだろう、俺 B かな。お、みんな分かれた、じゃあ行きましょうか。あなたが興奮するポイント。そこを責められると弱いんですみたいな。恐怖感と興奮は生理的に同じメカニズム。あなたが恐怖を感じるのと同じ感覚の刺激が興奮と快感に変わることもあるのです。 A って答えた人、 A、 A と答えた王子、そっと耳で囁いて。聴覚タイプ。聴覚タイプ。聴覚タイプの感覚。当たり。聴覚タイプなの。聴覚タイプだ。あなたは聴覚に訴えるものに興奮しやすいタイプ。うん、耳元で愛してると甘くささやかれたり、誘いの言葉を聞いただけで全身がほてって熱くなりそう。相手の吐息も悩ましく、思わず発した自分自身の声もますます興奮を高めるものとなるでしょう。行為の最中に優しく感じるなんて言われたら、もう快感の頂点に達してしまいます。正解。正解だよ。正解だよ。正解だよ。なるほどね。すごいね、心理テスト。C の人いたっけ？女子軍団。女子です。目に映るものに興奮しちゃう。視覚タイプ。あなたは視覚に訴えるものに興奮しやすいタイプ。二人で見つめ合っているだけで体が熱く燃えるでしょう。あなたが男性なら見ることがより興奮を高め、女性なら見られることで興奮が高まりそう。一番変態っぽいね。確かに。いや、これ合ってないな、私。これは合ってないな。なるほどね。大君、なんだっけ、 D だよね。 D、 D、 妄想が広がって想像タイプ、うん、あなたは想像に訴えるものに興奮しやすいタイプ。いろんなことをしている2人を想像して、頭の中の空想があなたを燃え上がらせます。行為そのものよりも行為の前の期待で体がほてり興奮してくるでしょう。また行為が終わった後、1人になってその時のことを思い出したら、エロチックな感触がよみがえり、陶酔感に浸りそう。ああ、そうかい。そうだね。そうなんだ。結構合ってるかもしれない。で、これ俺も言うよね、 B ね、うん、B 俺だけだよね、うんうん、B、 肌の感触がたまらない。触覚タイプ。あなたは触覚に訴えるものに興奮しやすいタイプ。好きな人にちょっと体に触れられただけでも全身が痺れたように感じる。体中のやめなさい。体中の皮膚が性感帯になりそう。言葉などなくても抱き合えば興奮が高まります。ましてや秘めたる部分にタッチされたりしたら、あなたはもう我を忘れて天に昇る気持ちだった。すげえ恥ずかしい。いや、面白すぎる。なんか出てるよ、こんな感じするよ。でも触るんじゃない。ちょっと女子は全然当てはまんない。のが違う。じゃあちなみにこの中で一番じゃあ当てはまるのは何だったの？なんかどれも納得いかない感じする。え、何で興奮するの？なんかこん中いないの？なんか別になんかビビッとくるものがなかった。こん中じゃなくて。いやね、そのどそれでいきなり。俺も聞かせてもらっていいですか？俺も聞かせてもらっていいですか？やめてやめてやめて。ほんとやめて。